というわけで、はい、中段のトップ予想参りましょうか。はい、言ってください。まあ、2020年も相当激しい中段グループ争いでしたね、うん、マクラーレン、うん、あーそうだね、最後までね、本当最後まで目が離せないっていうね、はい、うん、まあ、むしろそこしかみんな見てないっていう感じの最後終盤戦でしたけど、うん、2021年は果たしてどうなるんでしょうか。はい、プロの予想はこちらです。はい、2020年と同じだと思うよ。ここが来るに決まっている。うん、なるほど、どこが来るに決まっているんだ。注目、うん、テキ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 
特に根拠はないんですね。あ、根拠ないっす。あ、根拠ないっす。いや、だからちょっとそのまあマクラーレンはちょっとパワーユニット変わるし、おう、うん、おう、ちょっとあの真面目に考えた結果、うん、ま、真面目にも考えてないけど、まあまあ消去法だよね。ちょっとマクラーレンはパワーユニットが変わるのにちょっと不安だな、うんうん、レーシングポイントは去年使っちゃったからちょっと不安だなっていう。そうすると残ってる中で一番トップ、あ、よし、やべ、赤いとこ忘れてた。ちょっと赤いところもじゃないかなってことで。じゃあ忘れてたってことはないってことですか。そう忘れてたわ、そうだわ、じゃあこれフラーリ有望じゃないですか、忘れられてるってことは。あ、そうだね、大活躍の可能性あるってことですね。タローノートに忘れられてるんですか。いきなりだから開幕戦間違って勝っちゃうかもしれない。そうですね、うん、勝たなくなっちゃった。はい、それでは続いて、うん、新人ドライバーの予想を注目のねしていきたいなと。はいはいはい、誰が活躍するか、誰が活躍する、うん、一番活躍するのは誰かと。なるほど、まあ、チームのね、皆さん状況もあるんで、うんうん、なかなかね、あの実力通り F2 チャンピオンだからといって活躍できるかとか、まあね、いろいろあるんですけど、3人ね、信じますから、はい。というわけでね、じゃあ新人、はい、その中で誰が一番活躍するのか、ほう、こちらプロの予想いきたいと思います。はい、でき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 いけー、トロッチー、アロンソ君、39歳。あ、4人目の新人だ。だってこの間ルーキーテスト出てましたもんね。あ、そうだね、まあまあまあオールドルーキーだね、新人ってことですよね。うん、というわけで、39歳で F1 デビューってすごいよね。そうですね、で前何乗られてたんですかこの方は。なんかあの、うん、なんか左にしか回らない車とか、ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。ちょっといまいちこれまでのキャリアはキャリアがちょっと謎、はい、謎のキャリア、なぜか態度だけはでかいという噂ですね。はい、まあでも、うん、言うてあのやっぱり実力はあるまあねドライバーだし、まあねうんまあ、去年のテスト、うん、一発目乗ってみて、あ、これやべえって、うん、彼がかなり本気になって、うん、ただこんな俺大丈夫だからさっていうんじゃなくて、うんうん、まあ、かなりもうちょっとね、恥も金繰り捨てず、うん、テスト一生懸命やってるじゃないですか、まあ、確かに、うん、確かにそうだね、うんうん、だからそれを見ると、うん、あ、本気だなと思うし、なんか鳥の胸にしか食べてないような顔つきなさもなんかね、仕事してたもんね、なんか、そうです。だから相当彼は本気だと思うんで、うん、まあ、おそらく彼の中でも本当にラストチャンスだと思って本気でやってきてると思うんで、うん、まあ、あとはそのね、車の外での、うん、態度が、うん、今までみたいな傲慢な態度を取るのか、うん、そうじゃなくても本当にレースに集中して謙虚な姿勢で、うんうん、そうすれば彼はドライビング能力としては間違いないわけですから。ああ、そうなんだ、うん、まあ、それがね、もちろん年齢とともに多少錆びついてるとこあると思いますよ、うん、しばらく F1 乗ってなかったし、うん、でもそれを一生懸命取り戻そうと思って一生懸命今テストしたわけじゃないですか、うん、ちょっと彼には期待したい。もちろん日本人ですから角地応援してますよ、うん、だけどやっぱ車的にはね、うん、アルピーヌの方がやっぱり上だと思うんでね、アルファタウリよりは。なので、まあ、あとドライバーとしてもまだ全然バリバリいけるでしょっていうことで、うん、まあ、言うてあの僕も同じ1981年生まれなんで、おお、なるほど、同世代としてね頑張ってもらいたい、うんうん、だからアロンソ君ですよ、うん、なるほど。ちなみにアロンソ君は勝つ一つ二つ勝つつもりでいるのか、ね、いや、ワンチャンあるんじゃないですか。ほう、あの2020年のルノーのポジション考えると、うん、なんか上にあった時は、うん、それこそやっぱりレース上手だから、うん、えっていう感じで勝っちゃうっていうのがアロンソ君ワンチャンあるんじゃないかな。なるほど、うん、まあちょっとメンタルがね、だからその常にそのあのオコンちゃんのね、うん、ま、のより上にいれば、うん、まあ安定してるんだろうけど、うん、もういきなりこう予選で負けちゃうわ、決勝で負けちゃうわってなった瞬間に大丈夫です、負けません。僕らのアロンソは負けない。なるほど、はい、新人ドラマね、はい、とはアロンソ君ということで、4人目の新人忘れないで。では、高さんが応援する2020年の新人ドライバーは予想じゃなくて応援してた。もうだってもう書くしかないじゃん、ごめんね。いや、やめて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 さあ、行っちゃうよ。
マー君って呼んでね。ツノッチって来ると思ったでしょ皆さん、ね、そんなことしませんが。でも大体その前のツーツツーの時点で聞いちゃうんですけどね。あ、聞いちゃうからね、うん、まあまあノークラッシュ、もう皆さんもうレース出ないでくれ、レース出ないでも邪魔しないでくれっていう声が大きい中で蓋を開けてみたら、はい、なんと、ま、ノークラッシュノーペナルティーですよ、はい、1年通してノークラッシュノーレースだったらクラッシュしかないとか。ノークラッシュノーライフだったらそうすればよかったね、クラッシュばっかりしてるぜみたいな、ちょっとあの語学力が足りませんでした。、うん、ちょっとあのツー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 で書きたかったんだけど、うん、ちょっとそれは、はい、うん、ちょっとあのただただ、ね、見てください、はい、ちょっと新年早々ね、はい、ちょっと縁起でもないで、はい、縁起でもないって言われちゃうんで、はい、はい、まあまあ、マゼピン頑張れ、一番無駄なとこ行ったってことですね。そうそう、無駄なとこに行きました。誰も撃墜されても悲しまないとこ行ったってこと、ね、そう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 、まあでも皆さんぜひね、あのマー君っていうので親しみを持って、ね、誰も読まないでしょ絶対。マー君ってねえ、わかんないよ、あんちゃん、あのモモクロが曲作ってるから。ね、嫁はハロプロですよね。あ、そっか。まあだから日本のアイドルと結婚すれば。あ、そう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 。だって好きなの日本食だって言って。ああ、いいじゃんいいじゃん。好きな食べ物の日本食っていうのが、うんうん。それでまた間違ってツイートあげちゃう。マー君、ニキータなんでね。マー君。うん、まあまあいい、頑張りましょう。ね、頑張りましょう。いやでも結構僕は活躍すると思ってますよ。あ、そうなんだ。こう。あの皆さんあんまり知らないと思うけど彼、うん、相当頭いいですから。へえ、まあ、あのやってることはバカですけど、うん、レースに対しては結構考えてやってますよ。話を聞くとやっぱり頭いいなっていうところはすごいあるから、うん、だからこの表現の仕方がちょっと、あとほら、うん、コース上で危ないドライビングするって言われてるけど、うん、それがそのコントロールしきれなくてやってるわけじゃなくて、うん、ここまでいいんでしょでそこまでをやってるから、うん、彼は、はいはいはい、だから彼のその、うん、ここまでしかやっちゃダメなんだよっていうその線引きがはっきり理解できるようになったら、うんうん、結構いいドライバーになっちゃうと思うんですよね、うんうん、ダメって言われたことはもう次のやってないでしょ、やってないから、うん、じゃあ今回こうやってみよう、うん、ここまでいいんでしょ、うん、ってやっちゃった、ま、そこでいやいやダメですよ、またからちょっとまたペナルティーもらって、あ、そう、じゃあ次はここまで突っ込んでみようみたいな、それができるってことね。そう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 。で、そこも、うん、それもここまでいいんでしょう、すごい研究してきてるから、うん、ものすごい実は伸びしろがあって、うん、もうだからぶっちゃけその、うん、アンコントローラブルとかオーバードライブっていう感じではないんですよね、うん、だから何でも好きにしようったら実はめちゃっぱいかもしれない。そうですね、うん、へえ、なるほど、はい、ちょっと注目ですね、はいはい、大学通ってもね、インテリドライブ、ああそうなんだ、そうじゃん、奨、うん、学金で F1 ドライブ、それも裏口入学かもしれない。お父さんのお金で裏口入学。F1 も裏口入学だった。あ、なるほど、素晴らしい。素晴らしいかな。はい、というわけで日本人ドライバー、日本人ドライバー活躍を、ああそういうことね、まあ、日本人ドライバーって言っても一人しかいませんけど、ええ、もうだって、あ、全部ね、まとめてね、はいはいはい、まあ、これから F1 来る人もいるかもしれない、ああなるほどなるほど、普通に参戦するドライバーだっているでしょうし、ね、日本から F1 来る人もいるかもしれないですよ、ああなるほどなるほど、ああなるほど、ね、あ、なるほど、もちろん角田選手、うん、メインですけど、メインです、何があるか分からない、何があるか分からない、はい、というわけでそれも含めて含めてのプロの日本人ドライバーの予想、はい、テキ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 、落ち着きましょう皆さん。新人ですから、まずはそこは目指さない、うん、まずはガスリー選手と同じレベルで走るってことが重要ですから、チームとしてもそんないきなり初優勝とか期待してませんから、そんな、ああなるほど、そんなことされたら逆に困りますから、ああそういうことね、だって車がまず初優勝できる車じゃないんだから、おお、なるほど、だってレッドブル乗っちゃって勝てないんだから、いきなりアルファ通りで勝つわけないでしょっていう、なるほど、ちょっとそこは皆さん現実まず見てくださいっていうことと、で同じ車に乗ってるガスリー選手とのやっぱ比較見られるわけじゃないですか、うんうんうん、で言うてあのもちろん角田選手の能力は高いですよ、はい、高いけどそれは最初から発揮できるわけじゃなくて、はいはいはい、F1 マシンってそんな簡単なもんじゃないから、うん、むちゃくちゃ複雑なんで、うん、まあ、彼もアブダビでね去年テストを乗って、はい、まあ、そこそこのタイムはもちろん出してますよ、はいはい、だけどやっぱり
コーナーごとにいろんなスイッチを使って車の挙動を、まあ、普通に走らせるだけじゃなくてさらに理想的にこう曲げていくとか止めるっていうことをやるっていうところに関してはまだ全然引き出しきれてないって彼自身言ってるわけですよ。なるほど。それはガスリー選手はもう何も考えなくてもできるところにいるわけで、まずここを勉強しなきゃいけないわけですよ。ああ、そういうことね。それが、うん、まあ開幕前のテスト1日半しかないですから、うんうん、いきなり追いつけるわけないんですよ。ああ、なるほど。もちろんイギリス戻ってね、これからシミュレーターいっぱいやる、うん、思いますよ。だけどやっぱり実装でそこは追いついていかなきゃいけないんだから、うん、最初からガスリー選手の上とかそんなことは皆さん期待してあげないでください。まあでもあの視聴者の皆さんはそのね3日間のうちの1日半でもうガスリー選手を上回ってしまうほどのミラクルボーイだと思ってるわけですよ。あの今の F1 でそういうこと普通にありえないのであのシューマッハが、ね、デビュー戦で予選5位とか、うん、あの頃だって電子制御何もないんだから、うん、それを理解しなくても純粋なレーシングカーのドライビングだけでいけるけど、はいはいはい、今 F1 ってそんな純粋なドライビングだけで制御できる車じゃないから、うん、なるほど。全部を理解してそれをなおかつうまくコントロールできるかだから、はいはいはい、まずそこは全部理解するが初めなんで。あ、なるほどね。でそれこそ予選で一発勝ちました、うん、でも決勝で絶対負けますから。ああなるほどなるほど、はいはいはい、予選じゃなくて決勝が重要なんでね、うん、だからあまりその目の前の結果に一喜一憂しない。なるほど。まずはちゃんとじっくり見守ってあげましょう。だから最初にガスリー選手に勝てなかったからといって、なんだよ、鶴田やっぱ出れないんじゃんっていうアホが絶対ヤフコメとかいるんですよ。なるほどなるほど。でももうそんなのほっとけばいいんですよ、うん、最初から勝てなくて当たり前だと思って。なるほど。皆さん見てあげてください。でもいずれは勝ちますよ、もちろん。あ、そういうことね、うん、はいはい、だ壁は高いけどその壁を乗り越えるかどうかですよ、うん、おお、なるほどね。それぐらいちょっと長い目で見てあげてください。その長い目ってのは今年1年を通して。そうですね、うん、まあ、彼自身もだから最初は自分自身攻めて走りますと、うん、で失敗もすると思いますと、うん、で失敗することで学ぶんです、うん、失敗しないとだって限界まで行ってないんだから限界がわからない、うん、まずはだから限界まで行ってみて失敗したところで、うん、あ、ここが限界だったんだって言って学んでいくんで、うん、最初はもちろん失敗すると思います、うん、その蓄積をシーズン後半戦に結びつけますって言ってますから、うん、あ、なるほどね。前半戦はだから、うん、まあ、多分おじいちゃんもその辺は分かった上で、おじいちゃんだから前半戦で結果求めないですから、はいはいはい、ちょいちょいこう光る走りがあれば、うん、おー、勇気はいい子じゃなってなりますから。別に失敗は全然おじいちゃん的には OK なんで、はいはいはい、後半戦にそれをちゃんと学んで結果結びつけられれば OK なんですよ。なるほどね。だから前半戦にダメだったからといって、うん、なんだろう、やっぱ角田ダメじゃんみたいなことは思う必要がないですよ。お、なるほど、はいはい、皆さんメディアに踊らされないでください。はい、それでは飛ばさんじゃあここ、みんなみんなあの飛ばしてばっかじゃないですか。引っ込め引っ込めないって感じでしょ今お前何も書くなーって。いやいやいや、わかんないでしょ、うん、まあまあ日本人ドラマ、まあ、今いろいろいますからね。周りの周りの周りの周りに対して失礼でしょ。ターキ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 さんが注目する日本人ドライバーはターキ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 、いきますよ。ターキターキチェンジ。見えないだろう、見えないだろう、見えないだろう。お口チャック。まあちょっとシーズンこれが長いですから、はい、ちょっとあの多くを語らずでおこうと。でもチャックしてるってことは期待しちゃってるってことですね。そりゃそうですよ。言っちゃった。やらした。なんでちょっとチャックさせていただきます。完全に誘導尋問に乗りましたね今。ちょっとさすがに8日がかったね。応援はして、応援はします。応援してます。もう半落ちじゃないですか完全にこれ。その中で誰とは言いません。その中で一番応援してるのはやっぱりマリノですか。里のお母さんも泣いてるぞ。まあやっぱり角田君には応援しちゃいますよね。そうだね。勘落ち。弱っこの犯人。頑張れ相模原。言ってもうた。はい、というわけで、はい、注目ポイント、注目ポイントもう一つまいりたいと。もう一つでこれからです。ああ、そうかそうか。ではこれから注目ポイントまいりたいと思います。テキ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 